です。お便りを紹介します。千葉県の天玉ネーム本好きメガネの図書委員長さんからいただきました。ちょっとごめんなさいね、本番直前に喋ってたことが面白すぎてだいぶ引きずってるんですけど、まあ後でおいおい話しますね。天玉ネーム本好きメガネの図書委員長さんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。黒猫同盟のムービーで過去にほっちゃんが秘密文書内のユイトークで描いていた絵を振り返る動画が期間限定で公開されていましたね。自分がまだ入会していない時期のことだったので貴重な絵を見れてよかったです。今後ムービー内のコーナーでユイセブンティーが始まるみたいですね。初回ということで2017年のセブ様で使われた映像が見れましたが、そういえばこういうことあったなというのを思い出しました。ムービーこれからも楽しみにしていますということで、そうなんですよね。まあこれ全然ね知らない方はなんか何の話だみたいになってると思うんですけど、私のファンクラブの黒猫同盟っていう、まあ部署なんだろう、部署があって部署があって、でそこのホームページのムービーのところで今いろんなね映像を公開していて、あれは普通の人も見れるのかしら、ファンクラブの人だけしか見れないんでしたっけ。あ、残念ながらファンクラブの方だけしか見られないので、ファンクラブの方は存分に見ていただきたいと思うんですけど、そこでなんかあの秘密文書っていう解放が毎月じゃないな、3ヶ月に1回ぐらい届くんですけど、そこでねユイトークっていうコーナーがあって、それが何かっていうと、私がなんか日々なんかこうなんだろうな、最近だと割と最近買ったお洋服の絵とかを描いて載せてるコーナーがあるんですけど、それをね今もう何回ぐらいやってんのかな、100回ぐらいはやってんのかな、そんなやってないのかな、まあでも結構長いことやってて、それの第1回目からちょっとコメントをつけて、まあ 2,3 分ぐらいの動画をちょっとコメント動画っていうか私は音声だけなんですけど、それとその当時描いた絵をねこう見ながら喋るっていう動画を今ちょっと上げてるんですけど、なんかね初期は割とこう最近ずっと洋服とか最近買ったものとかお気に入りのものとかを書いてたんですけど、初期はなんかね紅茶の缶とか書いてて、多分もらった可愛い紅茶の缶を書いて、あとこの紅茶もらいましたみたいなことを書いてて、なんか縛りが特になくてちょっと絵日記的なねコーナーから始まったんだなっていうのを改めてちょっと思い出したりとかしましたね。だからまだこの頃入ってない方とかがこれ見ると、あこんな感じだったんだってちょっとなんか意外な感じかもしれないですね。はい、それをまあちょっとずつ公開していこうかなと思っているのと、あとユイセブンティーンっていう2017年のセブ様っていうのファンクラブイベントでやったセブン様っていう、まあなんかいっぱい歌う、あ夏のフェスみたいに、そういろんなゲストさんが来たフェスみたいなことをやったんですけど、まあ、いろんなゲストって言っても私とか黒バラとかだからなんか結果あれなんか全員同じどうなのみたいな感じなんですけど、その中でユイセブンティーンっていうコーナーがあって、これが何かっていうと全部の質問に17個答えるみたいなのがあって、例えば好きな果物17個多くないっていう17個果物あったみたいな、まあ、そういうコーナーをやってて、それがね改めてまた月、まあ、1とか月なんか、まあ、何ヶ月に1回とかでこのコーナーをまたやっていこうかなっていうので、ちょっと今後ね流れる予定でございます。なのでねまあ、ちょっとファンクラブの方しか聞けないページっぽいんですけれども、逆にじゃあファンクラブの方は活用していただいてがっつり聞いていただけたらなと思っております。ファンクラブじゃない方はまあなんかじゃあその模様またここの天玉で質問してもらえたらまた喋っていきたいと思います。ということで堀江優衣の天使の卵を今夜もあなたのハートにエンジェルビーム。ここで会いましょう。この番組はキングレコードの提供でお送りします。
改めましてこんばんて、堀江由衣です。いやちょっとね、あのオープニングからふわふわしてる原因っていうのが一個ありまして何かっていうと、あの結構前に黒猫同盟、そのファンクラブの黒猫同盟の、あの倉庫からあのファなんかいろんなビデオが出てきたっていう話したじゃないですか。でそれがどうもラベルを見るとファーストライブだったり、あと大和なでしこのライブだったりしたっていう話をしたじゃないですか。でそれをあのキングレコード の, あの林さんが持って帰って、なんかいい感じにこうちょっとデータ化をねしてくださってて、でさっきキングレコードの松井さんのパソコンにつないでそれを見てたんですけどなかなかの衝撃映像でしたね。なんかね、大和なでしこの福岡公演の時のやつと、あとあのファーストライブのあの名古屋の公演の時のがあったんですけど、いやーなんていうか、いいところと悪いところがふんだんにあった感じの映像でしたね。いやなんかね、当時その福岡とかあと東京、あ名古屋の映像もそうなんですけど、なんかねライブハウスさんなのかなでやってたんですけど、なんかそこでこうスイッチングのその映像、カメラが切り替わってる映像をなんかあのくれてたんですよね、データで。そのなんか定点とかじゃなくってそのスイッチング映像をくれてて、でなんかそういうのもらってたなっていう記憶はあったんですけど、なんかね結構だからがっつり、なんだろう、あのいわゆるこう一点から遠目に撮ってるんじゃなくって、なんかよりのなんかよりのカットとかもあったりしながらのライブ映像だったから、もうなんかなんだろう、より衝撃度が定点でいいわこれっていう遠目で見るぐらいがちょうどいいわっていう感じの映像でしたね。いやーちょっとね、なんだろう、衝撃がまだ自分から抜けてない感じなんかね、どうでした、でもサーさん見たでしょ、はい、どうでした、変わってないね、ね本当ね変わってないですねいやもうあのね、あの周りのスタッフさんが一応全員変わってないって言うんですけど、多分ですけど私が入ってない LINE グループで明日あのこういう映像をあの多分堀江さんにお見せすると思うんですけれども、え皆さんぜひあの見た感想を聞かれたら変わってないと答えてくださいっていう LINE が多分ね回ったようなぐらいみんな変わってないって言うんですけど、なんかねでもね、あの映像を見たらなんか変わってないもまたちょっとショックで、なんか どうなのあれから変わってないのどうなのっていう映像でしたね。はい、いやー懐かしいものがたくさんありました。須田さんからここのこと話せいやなんかね、あの当時はあの割となんだろう、衣装に対する思いがそんなになかったのと、多分なんかね、あの若くって、まあ、今の方が若いんですけど、17歳だから当時よりなんかね気にしてなかったのか分かんないんですけど、あそうそう前世だから、多分これ全部前世だから今より年上なんですけど、あのなんかねあんま気にしてなかったみたいで、めっちゃ何ノースリーブの服とか着てて、めっちゃ肩出てて、なんか今じゃ信じられないぐらい今じゃ絶対ないっていうぐらい、もうなんか肩とか結構ね、あとあのスカートの丈もちょっと短いし、肩とか足とかが出てましたね。いやーなんか本当にあーもうね、いろいろ衝撃でしたね。でね、今までのそのファンクラブイベントとかの定点の映像ってあったんですけど、まあ、どっかで一回ちょろっとだけ皆さんにお見せしたことあったと思うんですけど、あのイベント来てくださった皆さんとかにね、なんかね定点カメラで、しかもなんかすごい遠くから2階席とかなんか結構遠くから撮ってるから本当に映像が荒くって、でもなんか顔もよくわかんない、表情もわかんないみたいなのばっかりだったんですよね。なんか振り付けの手とかもなんかよく見えないなりに、なんかこうダンサーさんとかに見てもらって、なんか最近また振り起こししてみたいな、そういうもうガッタガタの映像だと思い込んでたら意外と綺麗でしたよねなんかすごい、まあ、もちろん荒いんですよ今の映像に比べたら、でもなんか顔がわかんないとか表情がわかんない感じじゃなくって結構見えちゃってるんですよ。だから
逆に出せないってなって逆に出せませんねこれっていう感想ですね。いやーでもなんかちょっとね思うところがねいろいろありましたね。はい。でもなんかファーストライブの映像とかを見てて、私どんだけなんかこうバンドの皆さんとファーストライブバンドさんいたからうまくやれてなかったのかしらとかってちょっと思ってみたんですけど、別になんか変なとこなくて、あこの時はこの時でなんか良かったのかしらどうかしらっていう感じでしたね。はい。なんかすごい険悪とかではなさそうでした。まあ、当たり前ですけど当たり前ですけど当時の皆さん多分ねいい方たちだったんですよね。でそれを私がちゃんとなんか受け入れられなかっただけでなんかそう思いました見てはい、じゃあお便りを紹介していきたいと思います。いやなかなかねなんかインパクトから立ち直れない自分がまだいますけど、神奈川県の天玉ネーム里兄さんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。ついこの前半沢直樹が最終回を迎えましたね。私は毎週欠かさずに見ていましたが、楽しみにしていたドラマが終わってしまって半沢ロスという寂しさになっています。世間でも半沢ロスが広がっていますが、本当に社会に影響を与えたドラマだなと感じました。ほっちゃんは今まで好きなドラマとかアニメが終わってロスになったことはありますか、というねお便りいただきましてありがとうございます。そうなんですよ。私も最近のドラマで言うと、なんか最近サクセッソー2っていうドラマにハマってて、まあドラマっていうのかな、なんかサクセッソーっていうそう何なんとかそうみたいな、なんかアパートじゃないけど、そういうなんかシェアハウスみたいなところのリビングがメインになってて、でそこに住んでる住人さんたちがまあいろいろ日々の生活を送ってるみたいなドラマなんですけど、それがワンカットでワンカットなんていうのなんていうんだろう、ワンカットっていうか、まあ、そのシチュエーションはそのリビングだけで、一発本番みたいな、だから30分ぐらいの尺のドラマをそのままノンストップでやってるみたいな感じで、でその出演者さんもいわゆる 2.5 次元の俳優さんが多いから、多分舞台に慣れてらっしゃる方たちなんですよね。だからそういうドラマをやってて、そのドラマがなんかすごく面白くって、あとなんかワンそんなになんか一発本番でこの分量すごいなと思って、なんかそれでなんか結構ハマって見るようになったんですけど、なんかねそのねワンシチュエーションものとか私結構好きなんですよ。だからねそれもあってすごい面白いと思って結構見るようになりました。でねなんかそれでその本編をテレビで見た後に、なんかTVerで特別編でなんかねそれの回の反省会が見れるんですよ。だからテレビで本編見た後にそのまま TVer で反省会を見るっていう流れまでが毎週木曜日の夜中にできてて、だからねそれがサクセス2終わっちゃったので、それがねなくなっちゃうのがちょっと寂しいですね。なんか木曜の夜中にやることなくなっちゃったみたいな、寝なさいって話なんですけど寝なさいっていうね感じなんですけど、でもなんかねちょっとだけそのなんとかミニみたいな感じでまた別の曜日のなんかちょっと続くみたいではあるんですけど、でもなんかそのサクセスのそのなんかそのお話がなくなっちゃったのが寂しいので3に期待っていう感じですね今。はい。なんかねキャラクターが分かってくるとやっぱ楽しくって、だからちょっとだけね俳優さんも分かるようになってきました。でもそれに出てる人しか知らないからあれなんですけど、なんかねそういう楽しみがちょっとねありましたね今期のドラマでは。はい。というわけで、皆さんメッセージありがとうございました。では1曲お届けしましょう。現在各種配信サイトにて配信中、堀江由衣ライブツアー2019文学少女クラブより、おなんか秋がそろそろ大詰めですね。いやーもうねこの曲が一番きつくて もう本当に歌いながらいつでも歌うのやめてやんぞって思いながら苦しいから振り付けも結構
まあ動くし、あとなんか歌もね、なんかテンポ早いし、休むとこがあんまないから苦しくて、いつでもこらやめてやんぞって、歌うのやめてやんぞって気持ちでずっと歌ってた、曲なんですけど、なんで切れてるのかわかんないですけど私自分で考えてたライブだったら多分ね、こういう順番にはしてないと思います。はい。でもまあ今回ね、割と可能な限り全乗っかりしたかったから、無理ですとかは言わなかったんですけど、でもこれ歌うっていうぐらい、きつい曲でしたはい。そんなことを踏まえて、結構ね振り付けもついてますし、階段も移動してますし、はい、その辺をちょっとね、皆さん想像しながら聞いていただけたら嬉しいです。堀江由衣でラブカウントダウン。私パパイ、私パパイ、私パパイ、ジャンプして、私パパイ、私パパイ、恋をしています。明日会えるね、指折り数えた、泣き吐いて夢見て、ドキドキしてる、始まる恋私はミスモノクローム。キャンペーンを使ってどこかに GoTo したい存在。今度一緒に GoTo する。あ、いいですけど、どこに行きますか？今度の家に行きたい。いや、私の家はキャンペーンの対象外です。あ、断られた、ショック。もう一回キャンペーンをよく勉強してくださいね。ではメッセージを紹介します。北海道てんたまネームゆいげつさん。2020年のてんたまハロウィン祭りも昨年同様、地味ハロウィンな木炭イラストをリスナーに描いてもらう形で参加する予定だから、早急に描いて送ってほしいと聞いたんですが、実際のところはどうなんですか？うん、もう当然送り始めているものだと思っていましたが、まだ送っていないのでしょうか。急いで、何年てんたまリスナーやってるの。おめえだいぶ上から目線で言ってない？まだまだみんなからの質問待ってるわ。堀江由衣の天使の卵、続いてはこのコーナーてんたま水平思考探偵部。探偵部から派生した水平思考部コーナー、視点を変えることで問題解決を目指すという推理ゲームです。では女子の今野さん、問題をお願いします
コンさん大丈夫ですか。ちょっとモクちゃんのところでちょっと散らかりましたね。なんかね、なんだ雷風のツッコミっていうのがなんかだいぶなんか尻切れトンボみたいになりましたけど、なんかちょっと違いましたね。まあ忘れましょう。はい、はい、探偵部です。はい、何でしたっけ。あ、そう、ほっちゃんは私にイエス可能で答えられる質問だけをすることができます。はい、はい、問題読んでいきますので、はい、イエスノーで答えられる質問バンバン言ってもらって正解を出してください。はい、これね、私大和なでしこのライブの時からなんか合間幕間映像で探偵部やってて大和なでしこ探偵やってて、私あこの頃から探偵やってるんだってちょっと思いましたね。やってましたね。結構ちゃんと探偵やってましたね。はい、探偵やってましたね。歌ってましたもんね。はい、はい、ということで栃木県天玉ネームラッコさん、うん、とても仲がいい A 君と B 君、うん、ある日 A 君と B 君がある勝負をしていました。うん、B 君はこの勝負が苦手でいつも負けてしまいます、うん、しかし負けたら悔しがるはずなのに B 君は負けるたびに笑っているのです、うん、一体なぜでしょうか。あー、これは簡単だな、分かってしまいましたよ、はい、すぐに分かってしまいましたよ。この勝負、それはにらめっこです。笑うと負けようのにらめっこです。正解です。イエーイ。はいはい、これはね分かりやすいですね、まあ、ちょっとね、じゃあ、うんうん、続いて、はいはい、東京都天玉ネームキングさん、うん、ある男性がある女性の大事にしていたものを使い物にならなくしてしまいました、うん、しかし女性は喜びました、うん、一体なぜでしょうか。なんか問題の感じは似てんだけど、なんだろう、使い物にならなくした、うん、使い物にならなくしたら女の人が喜ぶもの、女の人喜んでるんですもんね。女の人は喜んでます。はい、男の人が壊すんでしたっけ。まあ使い物にならなくしちゃった。使い物にならなくした、壊したわけじゃないんだな、使い物にならなくしたんですね。はい、壊したんですか。壊した、まあ壊したになるんですかね。ああ、壊したになるんだ。なんか缶ジュースとかの蓋を、あ、缶詰とかを壊したら食べれるじゃないですか、うんうんうん、缶詰とかを開けてあげた。お、正解。まあいいけど違います。え、何、缶詰じゃないってこと。缶詰近いってことですか。はい、じゃあ缶ジュースの蓋を壊してイコール飲めるってことじゃないですか。いいえ、缶じゃない、缶詰近い。はい、なんだろう、袋を開けてあげた、単純に袋を壊す、使い物にならなくするんだもんな。大事にしていたものですか、ね、大事にしていたもの、女の人が、はい、だからキャビアの缶詰を男の人が開けてあげた。大事にしていたもの、近いんでしょ。でも、はい、すごい近いと思います。缶詰が、はい、で大事にしてるものでしょ、うん、なんかに詰められてるってこと、箱詰めされてるってことで出せなかったんだ。あ、貯金箱、うん、貯金箱、壊してお金取るタイプの貯金箱、大事にしてて、あ、金庫ま、正解ですね。はい、女性が大事にしてたものというのは500円貯金の貯金箱。あ、貯金箱か、はいはい、男性は缶切りで蓋を開けて中身を確認すると、うんうん、彼女の目標額だった、ま、金額ね、10万円に達していたため、女性は喜んだということでした。なるほど、こういうクイズには珍しく、なんか最近の話題って感じがしますね。最近の話題なんかわかんない、マフィアのドンみたいな感じのイメージの時が多い中で、設定がね、そうそうそう、はいはい、うん、身近なパターンでした ね、うん、ということでお時間です。はい、今日2問正解したんで ね、今回ちょっとすんなりいきましたね。引き続き皆さんからの水平思考クイズお待ちしています。Thank you.
堀江由衣の天使の卵、そろそろお別れの時間になってしまいました。いや、そのね、衝撃映像のあのライブの、あの私のファーストライブの MC のところで、なんかね、なんとかかんとかのお客さんはじゃあルンルルンって言ってくださいって言ってていや、なんか、あ、この頃からか、なんかS が始まってるのこれがだんだん行き着くとこまで行くと、ステージ上でね、あの太鼓叩いてくださいとか占いしてくださいに変わるんだなって思いましたね序盤はだからなんかこう、今日元気な人みたいな、元気な人はじゃあルンルルンって言ってくださいみたいなぐらいで済んでたのがだんだんね、やっぱね、 S がこうどんどん回っていくんだなってちょっと思いましたね。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。おはがきは郵便番号 105-8000 に文化放送堀江由衣の天使の卵、それぞれの係まで。メールはすべて小文字で卵@joqr.net、 卵@joqr.net、 卵は TAMAGO です。メッセージを紹介したリスナーの皆さんには天使の絆創膏をプレゼントします。そして番組のホームページはこちらです。 http://king-cr.jp です。ということで、この時間のお相手は、小学校の頃に急に私、あの視力が落ちた時がありましていや、どうでもいい、それどうでもいい、あのこれもライブの MC 中に私が言ったことだったんですけど、そのシーン見ててどうでもいいって私思わずちょっと言っちゃいましたね。な、堀江由衣でした。それじゃあ来週もあなたのハートにエンジェルビーム。この番組はキングレコードの提供でお送りしました。Never